Yoshi. さすが日曜だと映画館もすごい人だな。やっぱり満員だったね。でも面白かった。とっても。でも意外だった。君吉は SF とかは好きじゃないかなって思ってたから。そんなことないよ。私、映画なら何でも好き。ロマンスも、電気物も、ノンフィクションだって。でも、できれば。ハッピーエンドで終わる話がいい。だったっけ？けど、東堂くんは良かったの？今日の都合、聞いてなかった気が。ああ、日曜日は基本的に野外スケッチだからね。今日みたいにいい天気だと、風景がいい感じに描けて楽しいんだよな。ああ、いや、そうじゃなくて、言いたかったのは、特に約束とかはしてなかったってことで。それに。それに？俺も、その、君吉とこうやって、いつかはどこかに出かけたいって、思ってたから。君吉こそ、今日は何か用事なかったのか？うん。土日はいつも千里ちゃんたちと遊んでいたり、バイトをしてたりだったんだけど、今は…あ、ごめん。変なこと言っちゃった。気にしないでね。ダメだなあ、私。せっかくのデートなのに、場の空気が読めてないっていうか。いいって。それに、これでおあいこだから。ごめんね。ありがとう。そういえば、もうお昼過ぎだよな。君吉はこの後、まだ平気か？え？うん。東堂くんさえ良ければ、もうちょっと。じゃあ、喫茶店にでも入ろうか。喉も渇いたし。そうだね。そういえば東堂くん、上映中ずっと映画に集中してたよね。変かな。
俺、映画の時ってあまり飲食とかしない方だからさ。ううん、実は私も映画にポップコーンは必須だって千里ちゃんは言うんだけど、横でポリポリ音がすると気が散っちゃうの。あ、千里ちゃんには内緒だよ。わかってるって。俺もあいつに一度、あ、二度だったかな、肝心のクライマックスの時に大きな音立てるから頭にきて袋ごと取り上げたことがあったな。君よし。え？どうかした？なんか顔色良くないけど。そんなことないよ。あ、あそこの店はどうかな。あの店のチョコパフェ、すっごくカラフルで私のお気に入りなの。うん、いいよ。俺もあの店のブレンド結構好きなんでね。うん。2名様ですね。こちらへどうぞ。君吉はチョコパフェでいいのか？うん。あ、やっぱりこれ新メニューみたいだから。じゃあ俺はブレンドで。すみません。大学生かな、あのウェイトレスさん。え、あ、ごめん、よく見てなかった。どうして大学生だって？
んとなく。パッと見て私たちと年の差がない感じだったから。大学生だったらアルバイトもし放題なんだろうな。と言っても私はあんなに綺麗じゃないからウェイトレスはダメだけどね。そんなことないさ、君よしもきっと似合うと思うよ、ウェイトレス姿。私接客苦手だから。そっか。まあ俺も人のことは言えないしな。お待たせしました。あの人なら知ってる。うちの高校の卒業生だよ。確か去年の生徒会役員だったと思う。近くの大学に入ったって言ってたから、君吉の言う通り大学生で会ってるよ。なんで知ってるの？去年の文化祭の時、予算とか業者の手配でお世話になったからさ。いい人だよ、とっても。そういえば、君吉は進路を決めた？え？いや、実は俺、昨日進路面談だったからさ。美術は大いに結構ですが、もう少し他の科目も頑張りましょうって言われちまった。でも東堂君は理工大、美術の推薦で行くんだよね。あれ？
俺、君吉に志望校の話したかな。ね、千里ちゃんにこの前聞いたのは、東堂くんが陸王大に行くって。千里が？たく、あいつおしゃべりだよな。まだ決めてないんだから誰にも言うなって口止めしておいたのに。でも、なんで千里ちゃん、東堂くんが陸王大に行くって知ってたのかな。え？ああ、あいつも陸王大に行くんだって。タマも確か同じだよ。陸王大？あそこ結構ランク高いよ。今からだと相当頑張らないとね。夏美も最近成績上がってきてるけど、安全策で攻めた方がいいよ。ここなんてどう？実はタマコと二人で賭けしてたんだよ。夏美がアキラに惚れてるんじゃないかって。で、私の勝ち。いや、ドローか。え？タマコちゃんも知ってたの？当たり前でしょ。初めて会った時に私たちが気づかなかったとでも思ってたの？タマコと二人でいつ打ち明けてくれるか待ってたんだからね。ごめんね、言い出せなくて。
奇妙し。おい、奇妙し。突然どうしたんだ、キミヨシ。なんでもないよ。ちょっと、考え事。ちょっとなんてことあるか。汗びっしょりで、顔色も悪いじゃないか。すぐ救急車を。平気だから、私全然。君よし。ごめんね。あ、私、平気。東堂君。帰ろ、君よし。家まで送るよ。送る。いいね、君よし。ごめんなさい。いいって。Thank you.
ただいま。ただいま。夏美、ちょっと来なさい。え、だからどうし、いた。夏美、あなた、私たちに隠し事をしてたわね。隠し事？何のこと？とぼけないで！先生から先ほど連絡がありました。あなた、親に内緒でアルバイトをしていたんだって？どうなの？夏美。さっさと答えなさい！あなた、親に恥をかかせて悪いとは思わないの？私、だって。言い訳なんて聞きたくないわ。厳しい家計を何とかやりくりして。あなたには十分なお小遣いを渡してあげているはずよ。それをあなたは陰でこそこそと。情けない、本当に情けない。親の言うことも聞けずに金遣いばかり荒くなって悪い子たちとつるんで出歩いて、こんな風になったのも、お父さんとおばあちゃんが甘やかして育てたからよ！あなたみたいな親不孝は、私の娘じゃないわ！そんなに気に入らないのなら、この家を出て行きなさい！
さあ、親のありがたみもわからないあんたなんて、一人で好き勝手に生きて、勝手にどこかで死ね！そうだ、アキラくんの誕生日プレゼントに使おう。あとは夏休みの。